ありがとうございます。過去 の、 その仕事の中でたくさんあの苦労されたことなど辛いことなどあったと思いますけれども、そのことについて教えていただけますか。そうですか、事業地で苦労した話ですかね。そうですね、苦労には入らないのかな。私の場合はあのかなりエンジョイしてしまう方ではあるんですけども、やっぱり日本と生活習慣など違いますので、それからまあ発展のレベルもあの経済発展のレベルですね、違いますので、レバノンの場合私が活動していた地域ではやっぱり電気があの夜遅くなると切れてしまうんですね。あの流れてこなくなったりするので、まあ、夜仕事が残っていたりすると、もうあの懐中電灯を持ってあの書類の作成をしたりとか、まあ、あのスタッフとミーティングをしたりとか、そういう苦労はありましたけど、それはそれであのキャンプのような形であの仕事してる感覚ですので、かなりエンジョイしてましたけれども、日本からあまりそういう国に行ったことがない方が行かれるとちょっと苦労する面かもしれないですね。はい、ありがとうございます。いろいろな苦労があったと思うんですけれども、逆にこれが一番印象に残っているということや喜びを感じた時のことなど教えていただけますか。そうですね、私がやっていたレバノンの事業では、あの実際にこう道具をあの必要としている人に単にこう配布するという形ではなくて、支援の効果をできるだけあの波及させることもあってですね、あの地元のリーダーの方たちにあのワーキンググループといいますか委員会をあの立ち上げてもらって、でその人たちに道具をあげて、彼らがあの村民に対して貸し出すというシステムを作ったんですけども、その時に、まあ、あのその彼らの彼らにこう主体性を持たせて、自分たちがやっている事業なんだということをできるだけあのなんて言うんでしょう、感覚として持ってもらってあのやってもらうということによって、例えば広報活動であるとか、あのそういったものもできるだけその村に合った方法で彼らの知恵を出してもらってやってもらいたいというふうに思ってたんですね。でそれを言葉で言っても本当にやってもらえるのかどうかというのは結構ドキドキして見てたんですけども、実際にあのモニタリングといいますか、実際配布をした後にですね、もう一回調査に行った時に、やっぱり行った ところであの彼らが本当に自分たちでイニシアチブを取って、あの自分たちの頭で考えて、自分たちであの最善の方法をとってこの事業にあの参加してくれたという状態を見た時は、やっぱり一番嬉しかったですね。あの例えば例を出すと、あの宣伝広告の方法っていろいろあると思うんですけど、道具の貸し出しをしますということで、あのポスターを配ったりチェーンで作ってあの配ったりはしてたんですけども、実際にですね、あのやっぱり文字を読めない方というのが南部には多いそうで、それはなかなか私も実は知らなかったんですけども、あのそういう意味からもあのできるだけ口頭で伝えた方がいいということで、あのムスリムの国なので、南部のムスリムの、 あの人口が多いので、彼らのコミュニティ の、 そのモスクであのスピーカーがあるんですけども、そこでこ う、 あのこういう貸し出しをしているので、ぜひあの来てくださいということを呼びかけをしたという村がたくさんあってですね、実は J の、 あのスタッフもそういうことを全くあのやってくださいとお願いしたわけでもないのに、あのそういうことを積極的にやって、本当にあの道具のあの使みんなが使えるようにということで一緒になってこう仕事をしたっていう、そういう瞬間があった時はやっぱり嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、すごいあのいろいろなコミュニケーションをしてたと思うんですけれども、禅の理念の中にもある精神的にも経済的にも支援をするということがあったんですけれども、その具体的にその心のケアというのはどういうふうにやっていましたか。レバノンの事業は、なんて言うんでしょう、心のケアというものをあまりフォーカスを入れてやっていなかったところだったので、ちょっと他の国の例を出させていただくと、例えばスリランカですね、あの津波があったことをあのご存知だと思うんですけども、その後の、 あの事業ということで心のケアをかなりあの中心に据えた事業をいくつかやってまして、その中で一つ代表的なのはあの
の方のため の, あの漁網を編む訓練、職業訓練という形のプロジェクトをやったんですが、そこで何が心のケアかというと、あの漁網をあの、まあ、波でなくなってしまったので、漁網それをただ単にこう買ってきてあげるという形の支援もあるとは思うんですけれども、それに心のケアの、事業を混ぜようということで、みんなに集まってもらって、その漁網の編み方を、教えるという事業にしたんですね。そうすることによって、まあ、これからもし網が壊れた時にも自分たちで直せるというメリットがあるだけでなくて、コミュニティのみんなが一箇所に集まって何か作業をしながら、例えば津波で何があったとか、そういった苦しみを分かち合える、そういう場所を作るという、そういう場を提供するという効果があって、そういうことによってこう彼らの、例えば男の人たちってなかなか自分の弱みを見せてはいけないというふうにこう言われているそうなんですね、スリランカでは。でもそういった場を通じて、ソーシャルケア、ソーシャルワーカーの方も交えて、そういう話をする場を設けることによって、心のケアをやっていくというプロジェクトをやりました。はい、ありがとうございます。